区分の店舗、まあ、割と実行上の利回りとかも良くなる。5000万円台前半でキャッシュでポンと。でちょっと文句言ったことありました。一番でしょって言ってラクマチチャンネル。いつもラクマチチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ラクマチ編集部の藤江です。本日はラクマチ座談会ということで、ラクマチで物件を購入した方々にお集まりいただきました。この動画ではラクマチで物件を購入した方のリアルな声をお届けします。物件探しでもっとラクマチを活用したいと考えていらっしゃる投資家の皆様にお役に立つ情報をお届けしたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ラクマチ経由で、何件物件購入されたことがありますでしょうか。はい、ではまず大内様からお願いします。私は4です。4件で、はい、これちょっとどう書こうかなと思って白くなっているんですけど、はい、まあ、普段自分が買 こうアパートとかとちょっと違うものを買ってまして、はい、で具体的には区分の店舗であったり、はい、あるいは底地を1個買ってるんですね。底地、はい、はい、でまあ、ちょっと筆と書くか、子と書くか。なるほど、はい、この4の内訳をお伺いしてもよろしいですか。地方のアパートが1棟、はい、で、区分店舗が2、底地が1ですね。ちょっともしかするともう一つぐらいあるかもしれないですけど、はい、区分店舗と底地っていうのはこうなぜ買われたんですか。店舗は住居と違って基本的に内装ってその借りられる方がやるんですよね、うん、なので逆にこう客付けとかがすごく難しい、まあ、うん、とりあえず家賃下げれば決まるってものでもないっていう、はい、ところがある一方で、実際に借り手が決まれば、まあ、その後は中 その内装工事とかっていうのは基本的にはそのテナントさんがやっていくっていう意味で、まあ、割とその実行上の利回りとかも良くなるっていうところですね。それはそのラクマチに掲載されていた物件なんですか。そうですね、はい。底地っていうのは、底地は利回りというよりもちょっと自分としても少し新しいものをやってみようと思って、はい、買ってみましたというものなんですけど、もともと自分が持ってるアパート結構借地の物件が多いんですね、はい、で逆にその地主さん側の立場っていうところが自分であまりわからないっていうところもあって、うん、その自分で時間ができればその地主さんのこうコミュニティとかそういうところに行くきっかけとかにも、はい、まあ、つなげられればなと思って、まあちょうど値段的にも結構処分価格になってたっていうのもあって購入したんですね、はい、でただ思いのほかあまり自分の時間が取れてなくて、はい、今のところあまりそこから先っていうのは特にできてなくて、まあ、普通に時代を毎月いただいてるっていう、まあ、そんな状況です。そこちってエリアとしてはどのあたりで持たれてるんですか。世田谷で、世田谷、まあ、普通の住居としてお使いいただいてるような感じです。購入価格とその地代はいくらぐらいもらってらっしゃるんですか。購入でまず。購入価格、はい、いくらだったかな。金額的には2000万いかないぐらいの金額です。はい、それ買われたのは融資ですか。その制作高校 の、はい、無担保の貸し付けを借りてますけど、はい、まあ、ただあれ期間短いんで、うん、キャッシュフローとしては基本的にマイナスになるので、まあ、当座 その手持ち資金をあまり、はい、削らずにっていう形で購入しました。では次に、ヘイ様、はいはい、私は今持っている2棟すべてが、あ、はい、2分の2ですか、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どんな物件を購入されたんですか。アパートを1棟目が、軽量鉄骨で2棟目が RC なんですけども、非常に築古のものでございます。価格帯とか利回りとしてはどういう物件なんですか。1棟目が5000万円台前半で、7% 強、まあ、8% 弱ぐらいが1棟目、うんうん、で2棟目が6600万円ぐらいで、11% ぐらいを買いました。7パートの方がアパートで11パートの方がマンション RC、まあ、RC ですけども、はい、マンションとはちょっと呼べないぐらいな、はい、ちょっと小ぶりなお部屋も小ぶりなもの、うん、その時買われた時のなんかエピソードがあれば教えていただきたいんですけども、まあ、
そんな変わったエピソードは、はい、ないんですが、その会社を辞めて、ちょっと再就職するつもりがなくてという状況で1棟目を買ったので、うん、ちょっと金融機関さんから融資が全然受けられなくて、はい、でまあ、キャッシュでポンというところでちょっと失敗できないっていうプレッシャーもありつつ、はい、でまあ、ちょっと購入を決めて、まあ、結構ハラハラドキドキしながら決済をしたというのは、まあ、非常に覚えておりますけど。じゃあ、2棟とも自己資金キャッシュで。あ、2棟目はあの全額融資を。ああ、なるほど。1棟目のアパートが、キャッシュで買われて、2棟目の方が、融資を使われたってことですね、はい、うん、こう1棟目買われるのに何件ぐらい物件って見られました？まあ、当初そのやはり融資を受けたくて金融機関さんとコンタクトをしたりして、うん、まあ、どれぐらいのものが買えるのかというところから検討を始めなきゃいけなかったこともあって、はい、まあ、安いものから、まあ、相当、まあ、背伸びした金額帯までかなりな物件は検索もし、30件ぐらいは少なくとも現地に行ってみてはいるかとは思います。うんうん、では最後に麻生さんもお願いします。はい、一応ちょっとよくわからないんですけれども、はい、まあ、20は少なくともあると思います。はい、物件買われるのはそういうポータルサイト経由でお問い合わせが多いですか、それともその不動産会社さんからの直のこの紹介が多いですか？いや、両方ともあります。ただ直の紹介はそんなに多くはないですよね。やっぱり自分からね、見てパッと電話した方が多いですね。あ、その場でできちゃうんで。インターネット経由で買うときにそのなんかトラブった業者さんとトラブルになったこととかってありますか？取引件数も多いので。電話で300万でいいですっていう答えもらったんです。はい、でもその日に330の人がいたらしくて、そっちになっちゃいましたって言われた時にはやっぱり一番手だったんで、はい、まあ、待ったなと思ってて、あらららっていうことで、でちょっと文句言ったことありました。あ一番でしょっていうまあ2番手以降が買い上げてきたっていう、まあ、上の値段できたっていう、そうですね、要するにまあオークションみたいになっちゃうんで、はい、本当は一番手でね決めてほしかったなっていうのは、そういうのは一回あったんですけど、それ以外は音もないです。あ、全くトラブルはないです。楽町経由で購入された物件を100点満点であえてまあ点数化して評価すると、まあ、何点かなというのを教えていただきたいと思います。はい、ではヘイ様からお伺いできればと思います。はい、75点。75点、はい、持ってます。その点数付けの理由は楽町さんで買ったからということではない、その自分の目利きの能力がこんなもんっていうことの結果なんだとは思うんですけども、利回りを売る時の利回りを良くされるためにその無理な客付けをされていったところが数件入っていたりするのが見抜けてないものがあって、まあ、短期的に退去されてしまったりとか、まあ、退去されたところを客付けしていこうと思うと、まあ、どうしても賃料下げなきゃいけなかったりとかっていうところが読みが甘かったよねっていうところがあるっていうのは一つ。うんうんうん、まあ、地区がやはり新しいものではなかなかないので、はい、修繕をしていかなきゃいけないっていうところが思いがけずここもかっていうところはやっぱりあるので、その辺の自分の読みの能力がまだまだ高くないのでこのぐらいの点数になっちゃうのかなというふうに思っています。購入した後の、まあ、その修繕とかの出費と入居状況をよく見せるために、まあ、ちょっとその質の良くない入居者さんが入ってたっていう。そうですね。それってその具体的にお伺いしたいんですけども、短期的に入れるために何か仕組まれてたって、そんな感じなんですか？どういうことが起きてたんですか？フリーレントは当然で、はい、家具付きで相当いい家具だとか家電だとかっていうのをまあ無料プレゼントみたいな形 で、はい、でその代わり1年だけは住んでくださいねっていうのがまあ条件としてあったりっていう方が数名入っていたなっていうのが後から分かったと、はい、確かにそれはなかなかレントロールだけはだからでは見抜けないですもんね。そうですね。その、まあ、今から考えればある特定の時期にその入居が重なっていたりとか、はい、っていうことから見抜ける、まあ、きっかけはあったのかなとは思うんですけど、まあ、どうしてもその2年サイクルで、4月9月に入居が増えるっていうこの賃貸業の特徴からいって、うん、まあ、たまたまここに重なった人なのか意図的にそこに重ねられた人なのかっていうのが
まあ、区別がつきにくかったというのがその辺ですね。わかりました、ありがとうございます。では次、大内様お願いします。はい、そんなに精緻に考えたわけではないんですけど80点というところで、はい、で、まあ、物件に関しては基本的には自分が見て判断して購入するものなので点数としては別に100点でいいと思ってます。でただ、まあ、購入したものの中で一物件は仲介会社さんがあまり正直レベルが高くなくて、まあ、結果的にその重説とか契約書に少なからず間違いがあって結局自分で一から全部確認してこれこうだよねとか要望事項とかまた一回入れたものが後で抜けてたりとか単純にその事務処理のレベルが低いなっていうのがケースが1個あったので、まあ、それをちょっと考慮してともかく80とさせていただきました。それはもう契約にあたって その手続きとか事務対応のところにちょっと不備というか不手際があったっていうことですね、不動産会社さんの方に。あ、そうですね、はい。まあ、そういうものがあると本当に大丈夫かなっていうふうにやっぱ不安になられますよね。そのこの会社さんから買ってもいいんだろうかと、実際買って何かあった時とかに、まあ、きっちり対応できるんだろうかとかっていうところももちろんありますし、まあ、やっぱり不動産ってその物が大きいので、まあ、いろんなその確認事項がある中で、まあ、そこをしっかり責任持ってやってもらえる会社かどうかっていうところはまあすごく大事なところかなと思ってます。うん、なんかそういう中で、まあ、いい業者さん、まあ、悪い業者さんってこういると思うんですけども、はい、そういうのをなんか見抜くポイントとかってあるんですか？あれば私は逆に付き合ってみないと正直わからないかなっていうところですかね。そうですね、なのであまり高額な物件になると初めての仲介会社と進めるっていう時は、まあ、若干躊躇はあります。そういうところはやっぱ大きい物件の場合はまあちょっと信頼のおける会社さんの方がまあ安心感はあるかなっていう。大小っていうよりも結局取引をこう何度もやっていれば、はい、単純に悪いだけじゃなくて自分がお願いしたい内容とかも、まあ、気心が知れるというか、ご理解いただいて動いてもらえたりとかっていうのもあるし、まあ、あと不動産 その調査をするっていうようなところも、まあ、義務としてはもちろんあるんですけど、実際どこまでそのプラスアルファ含めてやるかっていうのはやっぱり会社さんによってだいぶ、まあ、あるいは担当の方によっても違うので、まあ、そこはまあ、この人はいいなって思えば、まあ、割と取引をまあ、その人中心でお願いするとかっていう形にはなります。わかりました、はい、では最後に麻生さんお願いします。はい、100点です。100点買おうと決めた時点でも100点なんで、うん、もうそれはもうあれだと思うんですね。だからただ後になってっていうのはね、はい、まあ、若干あってそういうのは売っちゃいますので、うん、でたまたま最近買ったので60点以下みたいなのもあったんですけど、はい、それは楽待ちではありませんでした。あ、ではなかったですか。はい、よかったです。はい、ちなみにそれはなんかどういう物件だったんですか？すごく安くてもうそのオーナーの方は引退してもう管理も面倒だということでものすごく安かった。その扱っている業者さんもその方と仲のいい方で、うん、業者さんで、あ、いい物件だったなと思って買ったんです。ところが法人契約だったんですよね。法人の登記も見せてくれたんですけれども、まあ、IT 関係だとかホームページ作成だとかいろいろ書いてあって、最後に書いてあったのが風俗マッサージなんですね。それで、あ、これはまずいなと思いまして、はい、そういう関係のお店だといろいろつながりとかね、あったら困るんで、賃料もすごく良かったんです、はい、でも半年ちょっと持ってこの前売買のね契約しちゃいました。では次に楽町で物件を探す際におすすめの機能、ありがとうございます。ではヘイ様からお伺いしたいと思います。条件の保存とキャッシュフローのシミュレーション機能っていうのは非常に便利に使わせていただいています。はい、条件の保存っていうのは物件を探す時の検索条件の保存ですね。はい、今何件ぐらい保存されてますか？条件としては2件保存していて、具体的には1億以下、利回りが 10% 以上みたいな形で保存してるんですけども、定期的にチェックをすると市場感というか、どういったものが出続けていたり、まあ、消えたりっていうのが定点的に観測できるのがありがたいかなというふうに思ってます。保存した検索条件での検索はどれぐらいの頻度で使われますか？あまり
この頻度で決めてないんですけども、はい、少なくとも1週間に1回ぐらいは触ってると思います。あ、はい、もう一つのキャッシュフローシミュレーションっていうのは、やはりこれいいな欲しいなと思った物件っていうのは、利回りが低めのものがやはり多くて、まあ、自作の Excel でキャッシュフローを計算するものを作ってはいるんですけれども、はい、どうしてもその、欲しい物件に対してはその設定条件を甘く自分で勝手に変えてしまいがちなので、一定のロジックで、キャッシュフローが常に全ての物件に対して公平に出てくるものという意味では、こういったデフォルトでついている機能でこういったものが提供されているというのは非常にありがたいというふうに思っています。物件価格とか、まあ、賃料、あとはその物件価格の下落率とかを調整できるっていうのはご存知ですか？はい、それも使っていらっしゃいますか？使ってます。 ありがとうございます。じゃあ次に大内様お願いします。はい、全く一緒なんですけど、はい、検索条件が保存できていて、まあ、それを随時チェックできるというところと、まあ、キャッシュフローのシミュレーションができるという、まあ、そこが、まあ、特に使い勝手がいいなと思っています。検索条件の保存はどんなところが便利ですか？はい、割ときめ細かく設定ができるというところと、あともう一つ面白いなと思ったのはフリーワードを入れて、はい、それで保存しておけるっていうところで、まあ、具体的に私は借地っていう条件を入れて保存しているものがあるんですけど、借地、はい、はい、まあ、そうすると通常 その所有権物件と比べてだいぶ金利が高めのものっていうのがやっぱりあるので、一つ別の検索の条件としてを保存して使ってます。フリーワードの検索ですね、はいはい、あとは、まあ、もう一つがシミュレーションですかね、はい、そうですね、はいはい、キャッシュフローのシミュレーションですね、はいはい、あれいかがですか、使ってみて。なんか実際物件見ていいなと思った時に、まず目安としてまあ、そこになんかバンドルというか載ってるのですぐ確認ができるっていう意味で便利だと思ってます。なんか自作のシミュレーションシートみたいなのって作られてるんですか、そのエクセルとかで。現状きっちり計算しないと危ないなという条件のものは買わないので。ああなるほど、はい、あまり厳密には正直やってないですね。どちらかというと融資依頼するときとか都度必要に応じてちょっと作ってる感じです。わかりました、ありがとうございます、はいはい、では最後に麻生様、はい、お願いします、自分は全く違うんですけど、新着の、ね、おすすめする機能ですよね。はい、そうです。もちろんこれじゃないかなと思ったんですけどね、はい、あ、新着物件のメール、これはやっぱりね一番いいと思います。写真付きで来るとどんなところがいいですか？やっぱり感覚的にはこれかってすぐ来ますよね。あ、大体どこどこの駅何分とか書いてあって、何々区だとかね書いてあって、まあ大体わかるんですけど、再確認する意味じゃ一番いいですよね。あ、ここかっつって、うんうん、いうことですぐわかるんで。では最後の質問です。不動産投資の良いところ、では麻生様からお伺いしたいと思います。はい、まあ、自分の実感から、もう自分も退職してるんですけど、まあ、持ってなかったら大変だったなと。やっぱり年金だけだとね大変だし、やっぱり自分のね友達やなんかも退職してから大変なんですね。やっぱり退職した後の生活資金にはものすごくいいです。はい、ただ自己資金であれば、うん、全て、うんうん、そのまま自分の収入なんで、うん、で私の場合自主管理なんで、はい、うん、まあ適当な暇つぶしにもなります。今はもうじゃ物件探すのが一つの趣味みたいになってらっしゃる。いや、もういいのがあればもうスピードですので。うーん、はい、じゃあ平様お願いします。はい、ちょっと抽象的になりますけども、努力した分が返ってくると、まあ、正しく努力したものに限りますけれども、はい、リターンが返ってくるというものだと思っています、うんうんうん、株とか為替とかいわゆるペーパーマネーって言われるものってこう自分のコントロールできない世界で起こった事件とか事故とかで大きく価値がガラッと変わってしまったりすることが起こりうるんですけども、不動産ってそれが非常に、まあ、リスクが低いというか、うん、大きな荒波に突然巻き込まれることが少ないのかなというふうに思ってます。でその分その自分で努力して、こういった物件こういったものっていうのを決めて納得して買ったものに対しては愛着を持って、管理もできますし、はい、まあ、その分の見返りっていうのはきちんと
返ってくるのかなというふうに思ってます。自分でまあコントロールできると。そうですね。わかりました、ありがとうございます。では大内様お願いします。はい、ちょっと質問の趣旨とずれるかもしれないんですが、はい、あまりあの不動産はの投資としてより事業として捉えてのまあ回答になります。はい、書いた通り副業でありながら比較的大きな事業ができますっていうところで、不動産の賃貸ってその基本自分のお金だけだとなかなかできないもの、まあ、これは金融機関からお金も借りることで、まあ、一定の規模での事業ができて、でかつその先ほどの A さんの話の通りその安定しているので、まあ、そこでなんか急に何か起こってその全財産を失うみたいなことって比較的非常に少ないのかなと思っています。であともう一つ、まあ、これを主でやるなら別にあまり問題ないと思うんですけど、まあ、兼業でやろうと思うと自分の時間をそこまで使えないっていうのがある中で、まあ、不動産の世界って、まあ、ほとんどのものはみんな何かしらこうお願いできる委託できる仕組みが整っているので、まあ、そういう意味でもメリットは大きいかなと思っています。はい、わかりました、ありがとうございます。今回は楽町で物件を購入した方々にお集まりいただき、リアルなお話を聞いていきました。楽町の物件探しにお役立ていただければと思います。またこの動画が役に立ったなと思った方は高評価とコメントをお願いします。チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。楽町があなたの大家さんデビューを応援します。投資用戸建ての購入資金やリフォーム費用700万円をプレゼント。ベテラン大家さんの広野内智樹さんからのアドバイスももらえます。応募の詳細は楽町アプリから。今大家になろう。楽町チャンネル登録よろしくお願いします。